はい、かまりスポーツマッサージ新宿本院の皆さん、こんにちは。サバジャンゲームズでさーしゃーということで、本日もマリオカート8と、ゴーゴーデラーツクスモッコリトロギハ、スタートやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、本日ちょっとね、やはり流行りにも乗っておきたい、初めてかもしれないね、モッコリトロギハでワルハナを使って、本日戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、ワルハナって最強って言われてるじゃん。やっぱワルハナで本当にどこまで戦えるのって話なんだけど、まずはこれキノコ使ってダブライ取ってさあ、オッケー、キノバナさんキノイチね、これちょっとコマ3位ぐらい張って、オッケー、1人焦りつけてこの2位あたり張ってトゲ待ちして最後ぶち抜くみたいな形でもいいかな、まあ無理せずにまずメダル集めて的確に行こう。さあ後ろ見てオッケー、問題なし問題なし。さあオッケーオッケー、さあこれ右行ってメダル着実に取って3位よ。はい、トゲ来ました。さあ発射どうする。さあ譲るか譲らないか。譲らない。さあこのキノコ持ちちょっと譲られた、キノコあるからまあいいでしょう。でこれ交換して1個交換してキノコ使ってでしょ。ここオッケー完璧。さあ回避してオッケー、防御ナイス、ジャンピングアクションオッケー。え、これいいんじゃない、これめちゃめちゃいいよ。え、ジャンピオンズ欠防御して、ジャンピオンズしかもこれダブル前だから最高。ダブル取ってバナナもギリ避けて、さあオッケー後ろ問題なし。さあいいよこれ、これめちゃめちゃいいじゃん、これいけるよ。さあ後ろ問題なし問題なし。さあ行きましょう、問題なしオッケー。でメダル使ってバナナ置いてダブル交換して、さあどうでしょうどうでしょう、オッケー、ここにドリフト入れて、さあさあさあ、え、これいけるぞ、これ今回1レース目やっぱワルハナ最強説。あおっとこれです、カメフル問題なし。さあでもこれ雷結構回避してる人も少なそうだし、トゲ来てるな、これどうしよう譲るか。いやこれ前行くわ、これ前行って前行ってもう貪欲に行く、貪欲に、これワンチャンスルーする、ワンチャンスルーする、これこれスルー、いやー しないか、クソ最悪。まあいいでしょう、耐える耐える耐える。おっとバナナ吸い付けて、さあいい感じ、赤子赤石してジャンピングアクション、知らないんですここで。私はダブルアイテム取って、武将チェック、さあ、緑コール手続けして、いいよ。メダル1枚取って、さあ、あとは逃げるだけ。あとは、初期のほう引いてるかどうかの問題になってくる。さあ、何持ってるの、わかんねえ。さあ、ここで、投げて、やれてないじゃん。鉄防御して、あがわら初期の最高。最高です。最高です、これ。いいよ。これ、キノコないんじゃない、これ、キノコない、いや、あるか。いや、あの野郎、いや、佐藤負けたけど、まあ今回マジワルハナやっぱ強えわ、うん、無双していく。大レースきました。はい、ということで第2レースは64レインボーロードウェアってことで、佐藤のハイパイに完全に屈してしまったけども、まあここはね、とにかく、ここ初手でちょっと風取ってスタート、グリグリガリガリジャンゼリー前に行きたいところ。さあまずはダッシュ版乗って、いやもういやもうワルハナちょっとありの、今までちょっとあの空豆使ってたけど、ジャンピングアクションしてさ、オッケーバネチ最高、はい、で風も取って、はい、もうこれもう無双、もう止まらない、ワルハナだよ、ワルハナを止められるやついるわけがない、マジでいるわけがないんです。メダル取ってメダル取って解放して、そ後ろ見ながらジャンピングアクション、ジャンピング全力で振って振り散らかして、振り散らかして、ここもいや入んないか、まあ、いいでしょう、オッケー、おーダブル防御、もう勝ちでしょこれ、勝ちでこれ、ちゃんとドリフト入れながら、ドリフト入れてガッツも解放してもう一回入れて、さあいきます。でここでダブル前に仕掛けるかしか仕掛けません、仕掛けずにいくじゃん、これもう温存でいくわ、ジャンピングアクションジャンピングアクション、もう一回入って、オッケー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 、完璧完璧完璧、もうこれもうこれ絶対、あとトゲ、あとトゲの問題になってくる、あとトゲが来るか否かの話になってくる。さあ解放して、さあいいでしょう、後ろ見てオッケー問題なし、さあいきましょう、オッケーオッケー大丈夫だよ、全然全然いける全然いける全然いける。さあここもドリフト入れて、これいけるでしょ、これ完全にワルハナ出てちゃって出ちゃってるって話、これマジで。さあスプラトゥーンが来た、家に解放して、さあ赤コラまず1個目、さあ1個消して、でここでダブル前に置かずにもういい刺す、逃げ切る、トゲ来た、最悪、軽減したけどこれ軽減できて赤コーラ、ふざけんなマジで、もうだから嫌いなんだよ、1位走るの無理じゃん、そんなのクソ完璧な軽減かましてんのに、絶対1位走らん、絶対1位走らん、クソゲーが本当に。はい、ということで第3レースはコツコナツツモルツということで、まあお前らさ運で勝って楽しいか、完全に総力実力
こう気力体力精神力スタート俺のが勝ってるってこと気づいてるかお前ら。チャンピオンシップみたいな OK、うん、これあー初手キノコありがとうございます。これいただきました。キノコ使って、ジャンピングアクション決めてコツコナッツモルツね、最近出たコースだけど俺結構得意なんだよね。これミニターボ食べながらダブライト取ってジャンピングアクション、さあここもテイク入れたいんだけどお子さんがメダル取りながら OK メダル4枚でこれもメダル回収していきます。メダル回収してもうメダル6枚さあさあさあガン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 引き離していく。メダル1個取ってジャンピングアクション OK 悪くない。さあ赤コーラ来たが俺か俺だね、まあいいでしょ。うん、さあ、オッケー。さあさあ、ここでまたインサシャルメダル10枚。もうメダル10枚でバナナも1個あるから、これ強いよ。で、こうジャンピングアクション全力で入れて、で、ここも全力で入れて、さあ、いいよ。さあ、逃げていくよ。ジャンスピングアクショニングパラダイスのトゲ来た。これは、どうでしょう。まあ、これはもう受けるしかない、普通に。普通に受けて、メダル復帰して、オッケー。で、メダル復帰してメダル取りながら、さあ、メダル10枚のままキープできてると熱い。ブーメなんかだるいな、それは。ボム持ってやがる。ボム持ってやがる。あのやから上ルート言います。これは危険なんで上ルート行って、これ普通にアイテム交換して前投げてとりあえず、で赤コーラ1個投げれます。でこれは多分ボムだから、あれボムなくなってる、どっか多分置いてただな。でこれ通るでしょ多分、これ通ってね。オッケーバナ気をつけてチャンピオン。うわ最悪だ、うさーきーちゃん積もっちゃいました。ここ完璧じゃん。カビツも始まりました。3度目の時は避けます。ダブライトってジャンピングアクションステイク入れて、うっすらも引いていく、消します、消して、いやマジきすぎ、落ち着いて後ろも多分やられてる、やばい。それはノアビー、マジでこれ勝てないよ。ジャンピングアクション鉄防御して何個食うの、マジでいじめなの、無理じゃんそんなの。いいな、わかりません、呪いだ。おい、俺いつから俺2位の男になってんだ。おい、俺は1位の男だぞ。お前悪派だって、もいやみんな今日俺上手いと思わない、神ってると思わない、ここそれでも勝てないってどういうこと。スタート、ちょマジで勝つ、ガチで勝つ。春ね、ジャンピングアクションぶつ盛りの春、赤コーラ引いてもこいつやりたいけど、お前も緑コーラ引いてもさ、吸いたくない、吸わずに総力でぶち上がって、じゃあお前誰ジャンピングアクション決めて、もうこれ赤コーラ持ってるからよ、出しゃばんだよ。さあ交換してジャンピングアクションで、さあこれメダル集めつつケツつけしつつ、さあいきますよ。まずメダル1枚、2枚、3枚、4枚、いいね、全部取ってダブル交換できなそうだから、ジャンピングアクション決めて、さあケツつけしながら、さあまずもうほんと的確に3周目で勝つ立ち回りをする。さっきからなんかうわお前それ散財って言うんだよそれ、ブーメランパツか、もうやばいやめて、おっ、今日終わった、オッケー、はい、譲りますか、はい、譲ってください、はい、僕受けますよ、いいよ、お前ら大嫌い、トゲ、俺を受けてやるよ。さあ、1個取って、2個取って、ジャンピングアクションですぐアゴロ来るんで、そうじゃない、さっきお決まりのパターンね、お前らの好きなお決まりのパターンね、うん、全部嫌なこと人間なすりつけて、最終的にいいところにしようと、そのパターンで、いいよ、うわ、それはやばい、うわ、ぶっ飛ばして、はい、これがお前ら運で戦うのであれば俺だって運で戦うぞ、運対運と戦いするかお前ら。ジャンピングアクションいいぞ、さまでいくよ、あーほら、はい、バック初期の子であいつ多分最後ぶち抜くことを多分頭に脳裏にあいつに勝利のビジョンがよぎってるかもしれないけど、俺あいつ止めるから、お前ここで散るから、いくよ、いやこれまだやるこれ結構離れてきてる、ワンチャンお使いんじゃん、ここでかますわ、はい、はい、食らってます、はい、完璧、バックスダウンザビーチ決めて、お前ら運だけじゃねえ、実力も必要なんだ、ブーゲームは完璧な位置、ざまあ見やがれこの野郎、マジ、いやこれは気持ちいいね、すべてトゲも全部回避してバックスナイプも決めてねじ伏せた、折り返し51点、次行きましょう。はい、てことで第5レースはマリオカートステディウムということで、まあ、マリカスですね、今日ワルハナだからもうさすがに負けないよ、ここどうしようかな、スタート、まあ極力も前行ってできれば注意ぐらいで、まあキロ3キロ1あたりキノコちょっと引いて、さあここピョンピョンピョンつって、でここで見たほうがキノコ使っちゃおう、キノコ使って前行って、さあ後ろ見ながら OK、 もうこれダブライト取ってもう逃げ切ります、はい、ダブル取ってさ、みんなも解放して、後ろ見ながら、オッケー、大丈夫、問題ない、はい、ケツつけして、
さあメダル2枚取って後ろ見ながら坂頃来てる。これも UMT ぐらいできますよ。はい、え、どういうことそれは。それどういうこと今の。はっ、何それ、信じられないこのゲーム。おい、ニンテンドー、ちょ待って、それ本当に分かんない。え、今どういうことマジで。今のあれよ、もう裁判起こすよ普通に。これ UMT 解放して、あ、1赤ゴールド、これ時計受けてみましょう。カナチョフ・サワがいる。カナチョフ・ザワ、カナチョフ・ザワは気をつけて。ノーマ・マリカス・キがいて、さあこれ慎重に、うわ、ボムある、ボムちゃんと避けて、ギリギリのラインで避けて、キノコ使って前に詰めます。で、カナチョフ・ザワに気をつけながら、さあこれ UMT ちょっといけなさそうだから、これでちょっと普通に行きます。で、これでメダル通りながらメダル10枚にして、うわー、メダルかよ。うわ、ぶんね、ボムめちゃくちゃ攻撃的だな。さあ、モメリがいて、彼女ザワがまだ緑コラ持ってる。かなりなんかできそうな立ち回りしてるな、こいつ。彼女はとりあえず赤コラ投げて、さあ、あ、トゲ来てます、トゲ来てますよ。さあ、キノコ引いて、あっと食らってますね。これが総力の差なんですよ。キノコ使っても逃げる。これ、赤コラ食えよ。そうだね、はい、消して、オッケーオッケー、問題なし。さあ、逃げ切るよ。はい、こういうこと、これがカキっていうんですよ。これ UMT ぐらいでガッツリ溜めて、解放して、で、これでガッツリ伸ばして、で、こっちガーンバリでか、見た今の伸び、これが悪技補正ですよ。ものすごい伸び、カーピア勝利。このゲームこんな楽しかったの。え、2連続1位だよね。残り3レース全部1位取って、マジ優勝あるよこれ。はい、ということで第6レースはウォーチャーパーということで、これ1位スタート熱いね。1位スタートでちゃんとメダル集めて、もう逃げ切る、もう無双する、もうね、知らない打開とか、ここスタートでここでまずメダル2枚、さあメダル1枚2枚取って、でピョンピョンってジャンピング足入れずに、これもう見たことあるで、さあ後ろ見ながらさ、これメダルはまだ使わないで、ここでガッツリ食べて、これミータ、あのミータ、あのスーパーミータミータボ でミータボ入れて、ちょっと最近この走法の方が早いってことにちょっと気づいてきたから、でミータボ解放して、これメダル使って結防御して OK、 完璧、初動完璧。カナチョフザワが後ろから来てるけど、これ問題なし。さあ、ここから行ってるね。はい、これ逃げ切り体勢突入、逃げ切り体勢突入で UMT ぐらいワンバリ入れて、オッケー伸ばして、オッケーで、これメダル2枚、あ、完璧。もう誰も止められません、私のこと。はい、で、これ交換しますよ。はい、置かない、あえて置かない、交換するにして、これで、なぜかっていうと、この後赤コーラ来る可能性があるから、ここで赤コーラ来たら表メダルになって、もう一回防御確定できるから、ここは置かないのが正解です。はい、おっと、カネが来た。このタイミング悪くない、後ろ誰も相手持ってないし。で、これまず、ダブルアイ取って、これあとトゲだな、トゲが来たらちょっとめんどくさいね。まあでもいいでしょう。オッケー。で、これ大きくなるまで待ちながらもならないから、オッケー。で、スプラトゥーンね。さあ、オッケーオッケー。まだ粘ってるよ。まだ粘ってるよ。さあ、トゲがそろそろ来そう。ジャンピングアクション決めて、普通に。さあ、後ろ見て、後ろまでいないね。でも、絶妙な距離感にいるな。絶妙な距離感にいるから。で、これはミータボ貯めて、さあ、これもまた置きません。ここで、オッケー。ゴリラやられてる。さあ、後ろ、キノコあったけど、これはもう最速ルートで、こっち、スーパーミータボ、スーパーミータボ。で、ミータボ、トゲ来たね。でも結構入れてる、これ耐えれるんじゃない。解放して、で、メダル1枚取れないけどさ、こっから赤コーラ来るかどうかの問題、赤コーラ来るかどうかの問題です。すぐメダル使って、さあ、オッケー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 、うわっと、ここで雷、いや、キノピコが会議してバッ、キノピコが会議してやがる。さ、ずるいわ、それはずるいわ、それずるい。アイテム食ってキノさん、なんかミスで落ちろ、それはさ、ずるいじゃん、それはずるいよ、それはずるい、それはずるいです。はい、ずるいキノピコは、デイキンにします。名前何、誰、ずるいプレッシャーキノピコ、はい、ワルケンデイキン確定でございます。キノピコ、島流し確定でございます。ずる、はい、ということで第7レースはミュートシティ、現在78点だからマックス108点までいける。100点は超えたいな。ここでまず、まあ、1位と2位しか今取ってないから、ここをマジ集中していく。スタート、さあ行きましょう。さあまずは、これでちゃんと、メダル集めて7枚にして、インさして、でもう1回ミーターボ入れて、で解放して OKOK、OK、で一緒見ながら OK、 トカチョフザワで、トカチョフザワ、じゃあカナチョフザワは結構ついてくるんだね。ジャンピングアクション決めて、さあ OK、 メダルすぐ使って、もうこれすぐ使ってダブライトって、あとは赤コーラないことに祈るだけ。カナチョフザワが赤コーラ持ってるかどうか、ジャンピングアクション持ってるね。これ間に合うんだよ、赤消しして、そう、使いません、ここで。あそこだからバナナつけてたら、余裕で赤消しできるから、
あそこで赤毛種ポイントです。皆さん覚えてて、これちゃんとミスキングを用意できます。よいしょ、オッケー、完璧、オッケー、ジャンピングアクション、はい、もうミータボスがやばいの持ってる、ミータボスがやばいの持ってる、オッケー、赤これ来てるよお前、オッケー、後ろ消してもらって前投げてくるよ、投げてくるよ、それしょうがない。でもこれ後ろ投げてちょっとラインずらして、でイン刺して追いついちゃうんだよね、追いついちゃうんだよね。はい、どうぞバイラの餌食、お疲れ様です。さあジャンスピンガーション決めて、お最速で取っちゃうからね、これで狙って使って、でこれもイン刺して、もう追いつかない、お前ミュートシー悪花、お前悪花補正知ってる、お前悪花にミュートシーやしても絶対追いつかない、これまた上げするよ。はい、2回目、はい、お疲れ様です。聞きません、誰だと思ってるさ、私を悪花使ってるサワヤンゲームズ遠野ボコ止めれるものはいませんから。ジャンピングアクション完璧、見てください、ニートさん歴戦、ニートのさ歴戦ゲーミング始まりまして、さあ行きましょう、オッケー。でもうあとドライブでね、なんか世間話をする、もう余裕だから、ミュートシティでさあ、これまた来た、これは普通でもう一回ゲーム全部消しちゃう、全てを消す、何もかも消せるものは全て消していく、赤コーナーなんかで、ね、無意味なんで君たち、3連続上がりしろ男、もう逃げ切るよ、そういうところもあえて完全にダブルライト取って、でクラン応戦しよう、これはまあいいじゃん、関係ない、これこの雷のタイミング最高だから、出た、あ、これはもうちょっと食らうしかなくて、2個目くんだよ、2個目くんね、これは普通にアイテム、アイテム重視、差を見て防御重視で冷静な立ち回り、欲張らない、はい、ダブルボム、はい、はい、はい、ボム置いといて、時も時数に押すし、対戦、ありがとうございました。これが悪花サワヤンゲームストーリー、赤3つ消し、高評価押さないやついるの、これ、高評価押してないやついんの、これ。最終レースいきましょう、はい、ということで最終レースは、もう一度マリオカートセリウムということで、惜しくもさっきはなんかわけわからないね、負け方をしてしまったんだけど、結局、ここマジで1位と2位しか取ってない、スタート無双化になってるから、マジで集中していく。まずはここでメダル1枚で、さ、1位スタートできるのはマジ熱い。さっきなんか2位スタートだったから、メダル使って、インサーション、オッケーオッケー、完璧。オッケーオッケー、完璧完璧。で、これで、さっきキノコ使ったらこれ、キノコ使って、キノコ使って、あの1位だけど、今度は普通に1位でもメダルすぐ使って結合、オッケーオッケー。大丈夫です。でちょ最近あとね、バックミラー俺結構ね、親指で見る意識もね、入れてるんでね、これぐらいでがっつり伸ばして、さあ、ケツつけたままで伸ばして、さあ、オッケーオッケー。人差し指と親指で両方使っちゃうんで、バックミラーで、さあ、がっつり伸ばして、もう、めちゃくちゃ伸びるね、やっぱり。クソ伸ばしやすい。さあ、赤コーナー来たらこれ最高。相手前と交換できれば、もう一回防御確定で、で、解放して、で、すぐドリフト入れて、オッケー。オッケーオッケー、メメラル取って、あ、これ消えないか、消えてほしかったな、でもこれまた相手前だから時計来てる、クラクションお願いします、あ、まあいいでしょ、いいでしょ、全然いいでしょ、でメダルをピョッと飛び越えて、オッケー、でメダルを1枚取りながらかすめながらダブル防御して、もう一回家見てぐらいだ、赤コーラ来るね、そこで投げるんだ君、普通に行くわ、これ普通にダブライト取って、赤コーラ後ろやられてる、後ろ行ってるね、これ後ろ行ってるよね、やられてるね、お疲れ様です、お疲れ様さ、サタバサして逃げ切るよ、うわ赤さんだ、危ねえ危ねえ危ねえ、さあここでキノコ引いて白をしない、これクラクションって強い、これ、いや落ち着いて落ち着いて、まだまだ分からへん、ああここでやるか、まだこれ投げてくる、絶対 100% 投げてくる、よいしょ、ダブライト取って、危ねえ、結防御何持ってる、赤コラ持ってるね、もうすぐ投げるじゃん、すごい、でもわらわら使ってる俺を追いつけると思うね、赤コラ、まあ、どこ行った、でもこれはこれはこれはグラッツイワシボボイテ108ポイント、え、これ過去一かもしれない、え、ちょっと待って、ワンチャン優勝ある、ワンチャンス優勝ありますよ皆さん、来たかもしれない、はい、ということで第101回猛攻で私108ポイント、惜しくも優勝ならず、だけど3位、大無双を果たしました。いやー、結構ね、やれることかなりやったと思ってるから、やっぱ悪肌やっぱエグいな。強い。普通に強すぎる。うん、なんか、全然ね、やっぱ自然、じゃない。うん、自然じゃない。ゲームが違う。ゲームが違うんで、やはり俺はこれからやっぱね、自然でロマンを追い求め続ける。うん、次回またちゃんとね、自然出して頑張っていきたいと思いますので、ね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。決断部よろしく。第1位、ディズニーサンキュー。はい、114ポイント優勝おめでとうございます。第2位、ノーワール、110ポイント。すごいね。110点超えが2人出てめったにない。はい。第2位おめでとうございます。第3位、私、ノーワール、108ポイント。おめでとうございます、私。そして第4位、モン、8分音符、クーさん、106ポイントございます。第5位、
龍馬 MK104 ポイントでございます。第5位 HST 黒星104ポイントでございます。第5位 S104 ポイント、第5位ふむちゃんに届け104ポイントでございます。第9位ノーウォール追採者、追採者もねいつもランクインする。で S もいつもランクインするので、はい、常連102ポイントでございます。第9位 K102 ポイント。第11位ベジータ101ポイントでございます。全然ベジータっぽくない見たけどね。第12位、坂本、ポイポイ、はい、すごい名前100ポイントでございます。第12位、ミラミラポンポンポン、ポイポイとかポン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 とか流行ってんのこれ、100ポイントでございます。第14位 KR 黒星99ポイントでございます。第15位天使98ポイント。第15位、ホニャララレブロンホニャララ98ポイントでございます。第17位アルプス97ポイント。第17位、ガノンフードリア、さこれも過去にちょっとね一回いた気がする。ガノンフードリアおめでとうございます、お久しぶりです。97ポイント。第17位 SG 黒星、ワス07の97ポイントでございます。第20位ニンビア96ポイントということで、めちゃめちゃレベルの高い大会。いやどうだったお前もな。いやちょっと惜しいところはあった、ね、惜しいところあったね。まあちょっとぜひね、また正直100日はいけたかなって、いけたね、うん、運次第ではいけてたね、うん、ちょっとぜひまた個人的にリベンジしていただけると嬉しいです、はい、完全制覇目指してってことで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。またね、22時のゲーム実況動画でお会いしましょう。ブワー